張本勲サンデーモーニング肉離れ大谷翔平肉言野球生命は野球評論家の張本勲氏76が2017年4月9日 TBS 系サンデーモーニング日曜前8時の名物コーナー週刊ご意見番に登場。8日のオリックス2回戦京セラドーム後、大阪市内の病院で精密検査を受け、左大腿二頭筋肉離れと診断された日本ハム大谷翔平投手22について、心配だね。これね、野球生命ダメになるかもわからんよ。練習不足で。前から言ってるでしょうと苦言を呈した。アクシデントは1回に起きた。西から打席に入った3-2からボテボテの3ゴロを放った際に1塁へ激走。首脳陣に禁止されていた全力疾走を敢行し、1塁への中間地点でもともと痛めている右足ではなく左ハムストリング太もも裏を痛めた。試合後に大阪市内の病院で MRI 検査などを受け、左大腿二頭筋肉離れ2度と診断された。実戦復帰まで4週間程度を要し、9日にも出場選手登録を抹消される。昨週の日本シリーズや日本代表の強化試合で1塁ベースを駆け抜けた際に右足首を痛めた。楽しみにしていた3月の WBC 出場を断念し、回復を目指して打者に専念していたが、今回の負傷で投手復帰へのシナリオも振り出しに戻った。みんなの声。怪我で WBC を休んだのに開幕戦から出て大丈夫かなと若干の不安は感じた。長期離脱になると日本ハムは今年かなり大変な状態になるよ。別にハリーに同調したいわけじゃないけどそう思う。練習不足かはさておいて、怪我かばって他を壊すとか最悪パターンの一つだし、手術しないと治らないみたいだし、メジャー行くならどこかで決断しないとね。出たいのはわかるが、どこかで自分を抑えれないとまた怪我しちゃうよ。チームを盛り上げる能力がある大谷がいたからこそ昨年日本一になれたわけで、監督能力としてはいずれにせよ逸材をダメにしないでください。実力的には二刀流でやっていけるが、体が悲鳴を上げていると思う。もう投手一本に絞った方がいいと思います。このままだと本当にどちらもダメになる可能性も出てきてしまう。野球生命は言い過ぎかもしれんが、選手寿命を縮めていることは間違いないと思う。 WBC の出場を辞退したのにチームとして起用して出場させてたのは辻褄が合わない気がしてならない。大谷だけを特別視するのは良くない。足首の故障をかばいながらプレーさせる監督が悪い。こういう点ではメジャーは徹底している。張本は嫌な発言も多くて苦手だけど、選手の怪我に気を使うことがあるね。 WBC 辞退した時点でリハビリに専念した方が良かったね。何のために WBC 辞退したのか、張本の言う二刀流はダメが当たり始めてきた。大谷は打者でしょ。逆方向にあれだけ飛ばせる選手はいない。やっぱりイチローが言っているように、体をでかくするのは怪我につながるのかな。イチローのように初動負荷トレーニングの方が良いのでは。しかし今まで二刀流すごい、さすが大谷。栗山監督以外ならできないことだったと持ち上げてた人が、やっぱり無理があったんだ、そりゃ体に負担かかるんだから怪我もするよと
散々二刀流という前代未聞の挑戦を楽しんでた人が最初から分かってたように批判し始めてる感じがありますね。張本の二刀流否定にも自分の物差しだけで測るなと言ってた人が急に張本の言うことも一理あるとか言い始めたり、結局カリーが正しかった、いくら意見が極端とはいえ3000本打った実力者の意見を老害の一言で片付けるべきではない、二刀流どうのこうのじゃなくて治ってない右足首をかばってプレーしてたツケが左足に来たんでしょ。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。